みんなおはよう、リテイジューの天使の馬娘です。はい、と、いうわけでね、久々の4週間ぶりの久々の2点中の天真爛漫娘でございますが、前回はね、ほらね、棚卸しという、棚卸しって言いつつ、レナッシュはね、ハワイでセレブ生活をしてたわけですよ、ワンマン前ですよ、そうやってね、どういうつもりなの、本当に。どういうつもりも、こういうつもりも、だって、来年あなた行くんだよ。来年行くの？あなた行きたくないの？来年、ちょっと待って、わらわにちょっとハワイ行けるチャンスちらつかせないで。ここはね、ワンマン前にね、ハワイ行ったレナッシュを攻める回だから今。いや、だってとりあえずワンマン、今回はワンマンの話とハワイの話でしょ。でも、来年飛行機代だけで行けるんだよ。飛行機代と向こうで遊ぶお金だけでいいんだよ。飛行機代と遊ぶお金ね。しかも宿泊施設結構いいとこですよ。施設じゃない、いいところ、写真送ったでしょ。はい、あれですよ、豪華な別荘、わがまま娘が、なんかいろんなことやってるホテルですよ、いろんなこと。というわけでね、はい、ね、ちょっと待って、わらわがね、ハワイにちょっと夢が膨らんでしまったところで、ワンマンの話をワンマンの話をしましょうよ。いいよ、ワンマン明け初の天使爛漫娘ですよ。で、ちなみに今日はね、あれなんですよ、10月8日、はい、去年のワンマン、去年の、はい、今日ワンマンライブ初めてやったんですよ。そうなんです、はい、ね、来てくれた方もね、いると思うけど、去年の今頃なんですね、多分今この時間5時半ぐらいでしょ、ね、楽屋全員が震えてたから、そうですねどうしよう、初のワンマンでどうしようっつって、はい、そんなね、記念すべき日にこうして、天使爛漫娘をやっているという、なんか運命を感じますね。その前、去年も今年もね、トラブル続きでしたよ。そうですね、特に去年は PC クラッシュ、今年はレナッシュクラッシュ、レナッシュの足がね、クラッシュしてしまい、吹き飛んだまんまな、ワンマンの日は筋膜裂傷おじさんとしてギターを弾くことになりましたけど、松葉杖ついてな、ね、本当にまだ治ってない筋膜裂傷おじさんとマテ姫でお送りします。はい、はい、では早速、今回のゲストさんを紹介しようと思います、はい、今日のゲストは、忍者芸人の10ロンさんです。どうもー、ゴーヨンさん、忍者10ロンです、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。初めて聞きましたよ、わらわ、忍者芸人というジャンルを、そうですか、はい、初めて、初めましてです。初めましてですね、めちゃめちゃ緊張してます。そうですね、はい、実はね、ロンさんとはね、学生時代にね、先輩と後輩の関係だったんですよ。そうですね、はい、しかし、それを知ったのは今日そんな関係がありながら、はい、今日、あれ、高校どこどこですよね、あ、後輩ですみたいなはい、っていうね、なかなかない感じのあれですけど、ちょっとね、今日ね、はい、今日はカクテルじゃありません、はい、今日は霧島で一杯やろうと思います。はい、こちらはね、先週ね、もうどうぞどうぞ、はい、ひなげ師の方から、はい、先週の復活祭の時に、ひなげ師の方から霧島ね、一本いただきました、はい、ありがとうございます。すごい、こうしてね、ひなげ師からもらったお酒を仕事と称して、こんな夕方5時半からね、やっていいんですか。どうぞどうぞ。うわ、はい、すごいですね。そういう番組です。天真爛漫娘はそういう番組です。いつもね、あれ、カクテル作ってるんですよ、ここで。そうなんですか。できます、今でもできますよ。ただし、あれですよ、飲まないといけないという素晴らしいそうですね、作ったからには飲まないといけない、絶対飲ませる。前回ね、芸人さんが出てくれた時は、はい、顔真っ赤にしてたよね。そうですね、顔真っ赤にガルルマンさんの時ですね、はい、それもね、YouTube に上がってるので、はい、ぜひぜひね、そちらも一緒に見てください、皆さん。じゃあ、まあ、とりあえずね、もう匂いがすごいよね、もう、はい、芋の芋、はい、ありがとうございます。では、はい、いただきます。本当にひなげ師の方、はい、ありがとうございました。私は車なので、はい、はい、どうでしょう、濃かったら言ってね、濃かったら言ってね、濃かったら、霧島だ、美味しいです、芋だ、飲みやすい、はい、まあね、はい、
ちょっとあのワンマンのお花ちょっと引っ張るけど、はい、お花とかも大きいのもあったんだよね。そうね、大きいのもいたけど、まだあるよ、はい、あれもいい。そうです、あのメンバーみんな何本かずつもらって、あの残ったやつじゃない、残ったやつっていうと残り物みたいになっちゃうけどあの大きいやつはレナッシュのところに飾ってあるんでね、はい、本当になんかいろいろありがとうございます、もうひなげしの皆さん、はいはい、だけどね、はいはい、今回は、忍者芸人104さんの、はい、ことについてね、はい、深く深く掘り下げたいと思います。よろしくお願いします。はい、でね、まあこの事前アンケートね、はい、もらっているんで、そこからね、はい、いくつか質問に答えていただきたいと思うんですけど、はい、まず104ロンという名前のきっかけを教えてくださいということで、はい、はい、これはですね、殿がつけてくれた名前です。殿、はい、はい、言っちゃダメ、言っちゃダメじゃないですこれ、マテ姫がマテ姫じゃないって言ってるよ。ね、こういうしっかりとしたものをどん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 横から崩していや、まあ、あれですよ、あえて言うなら、はいはいはい、なんとか丸って忍者っぽいなって思って、うん、それでいろんな何々丸何々丸をつけてった中で10が一番しっくりきたんですよ。おで10、うん、でロンはそう呼ばれたいっていう、あ、こっちのロンじゃないですね、こっちのロンじゃない、こっちのロンじゃないですあ、どちらかというと自分はハリ拙者はハリーポッターのロンが好きで、なるほどなるほど、そうです、なるほど、あ、好きなものです、なるほど、はい、あのわら、あのすっごいずっと気になってたんですけど、10ロンさんですか、それとも10ロンさんですか、発音10ロンです。10ロン、ロン、あ、オッケーです。わらは割とずっと10ロンさん、ずっと10ロンさんって言ってたんでそうですよね、皆さん言われます、はい、でも10ロンです、はい、はい、発音の謎が解けますいやでもあの、はい、わらたちもあの割とね、和っぽいっていうか、まあ、本名だけど、マテ姫シェリ本名だけど、もちろんあのレナスとかね、あのあれ戦闘要請レナスはゲームだよいや、戦闘要請レナスゲームだよ言っちゃう言うんだ、それわらは百姓なのに姫とか言い張ってるんだけど、いいんだよ、あ、だってほら、我はほらセレブだからさ、あ、そうだ、そう、あのわらは姫って言ってるけど実はセレブこっちなんだよ、あのハワイの話もね、わかると思うけど、いや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 、そう、わらははね、あの米百姓なんでマテ姫と言いつつ、いや、少なからず知ってるけど ね、はい、ね、あのかなりでかいですよ、畑は、はい、いいことです、はい、セレブや、あ、ね、セレブ、あの、はい、ちなみにあのレナッシーは、ね、あの、はい、海外に記事が出た時にあの戦闘要請レナスっていうのを英語にしてもらったんですよ、うん、名前を、はい、バトルフェアリーレナスそう、もうね、かっこいい、超なんか ねロボットみたいな名前じゃんみたいな、はい、バトルフェアリーときたかみたいな、見出したか吹き出したけど ね、 そ、 うですね、その点あれですね、10ロンさんは、あ、10ロンさんは10ロン、はい、あれですね、あの向こうでもし記事とか名前が出たとしても間違いようがないから、まだないですね、いいですね、はい、ジャパニーズ忍者で、ジャパニーズ忍者、yes. だね、はい、そんな、ロンさんなんですけど、一番わらわが気になってる、はい、忍者になろうと思った、なぜ忍者になろうと思ったのか、それはですね、はい、親が忍者だからです。あ、世襲制で、世襲制でもあえて、うん、あえて言うなら、うん、テレビでやってたドラマを見て、はいはいはい、まあ、かっこいいなって思ったから、なるほど、はい、それもあれですね、わかります、気持ち、わかります、はい、わらはもうシェリーってあれだからね、あのドラマに出てた犬の名前から取りました。あ、わらはあのあれですよ、遠山の金さんに憧れてましたね、遠山の金さんと暴れん坊将軍、あ、あ、でレナスはなんでレナスなの、その当時組んでたバンドのリーダーが決めてくれた。あ、その時ね、神様の名前なんですよ、女神様の名前なんですよ、戦女神の名前なんですよ、はいはいはい、うん、諸説いろんなのがあるんですけど、まあその時ね、ゴリッゴリのね V 版だったんだよね、お前そうだっつって言われて、あ、でそのままずっと引きずって、いやこれよくねえだろうっつって思って、いろんな変な名前ね、なんとかレナス、なんとか岩窟をヒートレナスとかいろんな名前つけてきたんだけど、いやちげえだろうつって、もうレナスひらがなでいいやつって、あ、でそのうち、うん、つまんねえやつ、戦闘要請つけちまえって
はい、ここでね、あの本名じゃないことが発覚しましたね、全員ね。全員が、はい、やべ、やばい、いやでもね、忍者ってでも憧れる、忍者に憧れる女の子って珍しいなと思うんですけど、あの普通だったら時代劇とか見て、うん、わらだったらお姫様に憧れるし、うん、そう、忍者のどこがかっこいいと思ったんですか。忍者のかっこいいところ、うん、いやもうあのジャンプ力とか、おえ、なんでそこ飛ぶみたいな。あなるほど、わかります。あでもね、あれですよ、あのに我もね、忍者の本結構いっぱい持ってるんだけど、持ってますね。そう持ってるの、あのね、どうしたら高く飛べるかとか、よくあの、うん、ほら葉っぱを飛んでたとかって説あるんですよ、はい、違くて道具を使ってどう効率よく飛ぶか、うん、どう仲間とコミュニケーションを取って、うん、あの次に行くかっていうのがあるんですよ、うん、すげえ面白いんですよ。で思ってる忍者の世界と実は違うっていう、うん、いろいろと調べると出てきます、うん、本いっぱいあります。お、うん、割とね、出なんですね、うん、はい、あのこう見えてね、ものすごい歴史、日本史オタ、うん、ちなみにあの忍者飯が作れとか作るからね。何でも作るな。すごいな。すごい、そうさっきね、さっきそうなんですよ。アップルパイをね。アップルパイいただきました。はい、あのなんだっけ、あの夜中にね作ったんだよね、アップルパイを。でツイッターに上げてたよね。そうなんか一緒ね。昨日のねツイートのリツイート率高かったね、あの、うん、リップっていうの高かったね。夜中からずっとブーブーブー言ってたからね。こっちは寝てるねんって。そうあのね、レナシ割と何でもできるんで、ね、あマルチにね、はい、あまさに忍びかなと。あそうですね、うん、あじゃあちょっとあのいろいろ教わって、ちょっと教わります、はい、とりあえず忍者飯の作り方から教わります。教えてください。だから本当はあのブラジャーからミサイルまで何でも揃えてみせるよ。おそれぐらいな勢いで、はい、ありがとうございます。わらわはね、別に知らなくてもいいかなって感じなんで、わらわには教えなくていいですよ。知っといた方がいいですよ、本当知っといた方がいい、これは絶対ね、あのわらわがね、必要ないって言ってもね、すっごい教えてくるからね、うん、そういうのやった方がいいよ。ブラジャーからミサイルまでだから。はい、お願いします。じゃあ、続いて引き続き行ってみたいと思います、はい。はい、では引き続きね、ロンさんにいろいろ聞いていきたいと思います。はい、はいはい、お願いします。ね、次はね、芸人さんとしてのロンさんのことをちょっと聞きたいと思います、はい、まず尊敬する芸人さん、または仲のいい芸人さんはいらっしゃいますか。はい、はい、尊敬する芸人さんはですね、はい、皆さんご存知、事務所の先輩、モノマネ芸人のシンディさんです、うん、シンディさん知ってます。シンディさん、あ昨日ね見ました、あのおタイムリーホームページで見て、でそれを調べてたらなんか動画出てきた、はい、面白かった。シンディさんは面白いんですよ、うん、はい、面白かった。はい、もう芸に対するなんか姿勢、真面目さがすごくて、うん、そういうとこはやっぱ見習いたいなと思います。まあ何でもね、真面目が一番だね。はい、そう、あの我々ね、あのこうやってね、ふざけた格好してるけど、あの楽屋で結構真面目な話してるそうです、ね、他のバンドマンのね、あのその時は、ね、イベントだったんだけど、カッカの顔したね、あのカッカのコピーバンドのリーダーと、はい、あの真面目な話、いやバンドマン真面目じゃなくてできねえよって 白塗りの人間となんか顔に点って書いてるなんか人間がちょっと真面目な話をするってい う、なかなかカオスな、すっげえ真面目な話そう、うん、でいろんなとこ行っても結構ね真面目な、あの芸人さんとでも結構真面目な、楽屋で真面目な話してて、いやこれからさみたいなゲスな話を一切しないっていう、ね、真面目が一番です。真面目が一番です。先輩にそういう方がいるとね、うん、結構いいですね、そうです、リスペクトできる先輩がいるってことはすごく、はい、ね、で仲のいい芸人さん、仲のいい芸人さんは事務所の芸人さんですね。あ、事務所が石井光オフィス、はい、所属してるんですけど、はい、みんなすっごい仲良しで、おお、お寿司はもうみんなが大好きです。あれですね、でもね、事務所の一つのね、なんこの箱というものの中で、うん、なんかみんなが仲いいとやりやすいよね、いろんなことやりやすいし、ちょっと何かあったら助けてくれるだろうしね、はい、うん、バチバチとかしないですか。全然ないです。おみんな仲いい、腹の中くらいでいいんだよ、バチバチ感、そういうところ、外行ったら、外行ったらでバチバチ感持っていけばいいし、中は中でここで癒やすされてるとかさ、ちょっと情報交換と勉強会っていう、はい、お互いのいいとことか悪いとことか見てやればいいんじゃないっていうんだけどね。
そう、そういう仲の良さ、なんて好感度、なんて好感度を俺上げてんだろ今、はい、多分これ先週なんかすごい好感度だだ下がりなことしたよな。そうですね、先週はちょっとだだ下がりなことしたよな。割とあの女王様カメラマンの、あの、はい、綾瀬凛様に出ていただいたんですけど、もうゲスの話を、ね、ね、でもね、あの後ほど YouTube に載るんで、気になった方はまた見てください。ゲスの話をしてた、もうね、それ見た後にこのなんか回を見たらちょっとギャップにやられるかもしれないね。それがテネリと天真爛漫娘だから、うん、あれはやばかったね。やばかったね、はい、あれ今で自分でも反省するもん、うん、ちょっとやりすぎた、うん、このぐらいがいいんですよ。このぐらい真面目な話にするのがいいんですよ本来、はい、じゃあね、次ね、いきましょう、はい、特技に忍術忍法と書いてあったんですけど、はい、これはどういうことですか。いや、もちろん忍者でござるから、あ、それはね、もう日々修行を本業ですからね。はい。苦行ですか。苦行でございますよ。でもあのほら、あの忍術ってネタというか忍術というかを見せていただいた時に、はい、あ、こういう感じなんだって思って。はい。まあ、ちょっとね、気になる方はね、あの104さん調べていただいたり、ちょっとライブ、ね、劇場をね見て、ね、足を運んでいただければね。ライブです、ライブ。こういう忍術をやってるんだっていう。はい、感動があると思います。あの皆さんがライブに足を運ぶことによってロンさんの音がどんどんレベルアップしていくっていう、ああ、いいかもしれない、ね、やる気になればね、何でもできるからこれでハードル上げていくからね。あとでも、やべえ、あいつ なんて余計なこと言ってくれたんだみたいな、なんて余計なこと言うんだあいつは、うん、いやでもね、あれですよ、あの、はい、本当にステージやってるうちはね、本当に、ね、うん、思います。あの来てくれる人が増えれば増えるほどテンション上がっていくから、はい、次頑張ろうって普通思うんだけど、こっちは思わない、思わなくないからね。それちょっとやめて、あのファン減るからやめてもひなげし減るからやめても、いやもう減ってると思うけどね。減ってない、ちゃんと下克上があったじゃねえかよでもね、本当になんか見に来てくれる人って本当になんかすごい、その直前までテンション落ちてても、もう見に来てくれてる人が目の前にいるっていうだけで本当にもうエネルギーもらえるし、もうこの人たちを裏切ったらダメだなって、成功するまでこの人たちを裏切っちゃダメだなっていうのは本当にこの前のワンマンで本当に感じたことなんで。2日前落ち込んでたけどな。そうですね。いや、何があったんですか。すごい、落ち込むこと半端ない。どんなに諭してもどんなに叱っても全然はぁめんどくせーとか思いながいや、それをね、ちょっとね、久々のね、ワンマン、その前はあのー、宴ライブをね、はい、半年間やってこなかったんですよ、はい、で復活でワンマンだったっていうのもあって、うん、もうブランクがあるのと、うん、みんな前みたいに拳上げて盛り上がってくれるのかっていう不安とかで、もう2日前がそれがピークに来ちゃって、でちょっとやばかったですね。サトシと何も響かない響いてない。最終的に、ね、あの響いてきたかなと思ったのは牛カツ食ってる時ぐらいあのちょっと食えよと、まず飯食えよと、それやってやる、食べ物に釣られる。いやでも、復活祭でわらも復活しましたから、はい、なんか知んねえけどメニュー見てたらなんか真剣に選んでんのやっぱ食べ物ってね、食べ物っていいですよね、食べ物はね、やっぱ元気になりますよね。真剣に選んで何グラムにしようかなとおちょ待てよ、ちょっと待てよ、お前さっきの悩み何なんだやっぱほら衣食住ってさ、やっぱ人間に欠かせないからさ、まあそういうことにしといてやるよ今回あのとりあえずね、あなた褒めてあげたいと思ってたよ、まあ、ブログにも書きましたけど。本当ですか。今回良かったと思うよ、うん、成長しましたよあなた。いやでも、うん、その後の説教えげつなかったですよ。結構すごかった。終わった後の説教えげつなかったですよ、ね、これは、まあ、あのアメトブチがすごいからね。いや本当にあのね、まあね、はい、話戻しますけどね、はい、やっぱりあの、はい、来てくれる方が、うん、いればいるほどやっぱりね、芸のあれって上がってくると思うんで、やっぱり、ね、どうですか、あのひなげしのみんなもね、ここからね、ロンさんのね、うん、ロンさんはどうですか、あの事務所の先輩とか説教してくれる人います？いや、いますよ、それは、うん、やっぱりダメな時はこうだと思うよっていうアドバイスはくれます。そこを普通だったら、はい、そうですね、わかりましたって言うじゃん、はい、ね、いやだってってこいつ絶対言うんですよだってあーなるほど、そっちのはいと素直に言わねえこれがね、マテヒメですよ多分芸人
さんで例えるんだったら、あの大して力もないのに尖ってるやつみたいな。うわーいる。多分あの先輩にすぐ見放されるタイプの、あのいろんな企画にも呼ばれないタイプのやつです。それを5年間、はい、あのその都度その都度の最高級の条件のものをいろんなものを用意して与えられてるんですよ。サラブレッドですよある意味。あの血統の悪い サラブレッドみたいな。どうなんつだろうね、あなたの前ね。姫だから、うん、やっぱ姫だから、まあ、いいけどさ、血統はいいんだよ、姫だから、うん、確かに、はい、戻りますよ、戻ってはい、お笑いの世界に入って驚いたことは意外だったことを教えてください、うん、はい、いやまずは忍者がいなかったですね。あ、忍者いなかったです。いなかったです。そりゃいないわ。そりゃいないわ。いや、いなかった。びっくりした。あ、でも、案外これから忍者芸人が増えてきて、コラボレーションでなんかコントやったらすっげえ面白くない。あー、やりたいですね、うん。忍者だらけのライブとかやりたいです。やっぱ忍者とかも、あれ、くのいちとかもいるじゃない。いますいます。やっぱそういう人とが今後出てきた時に、もうなんか、やってるの見たいなって思いますね、そういうの。バンド界では、はい、将軍という方がいたんですよ、過去。ありましたね、将軍。でそれもちょっとあまりにも面白かったんで、はい、胡椒という、黒胡椒という、キャラをやってたんですよ、ね、あのバカなこと金魚かが白い顔をして金魚かぶってキャッ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 やってる、ね、方がいたんですよ。はいはいはい。それはねもうやめときましょう。もうこれ以上言わない。これ以上ね、これ以上黒歴史を、ね、自らあれすることはないんだよっていうことで、まあ、そうだね、はい、もうあるかもしれない、はい、今自分で言ってね滑ってる滑ってるどうしようっつってやりましょう。同じジャンルがいるとちょっと嬉しいよね。あ、同じジャンルがちょっとテンション上がるし、うん、あ、どういうのやるんだろうとか、うん、見ちゃいますよね。そう、見ちゃう見ちゃう、うん、でね、ちょっといいものをやられるとちょっとムッとしてる自分がいるそういう切磋琢磨の仕方ができるっていうのはいいことですよね。でも芸人さんでもそうでしょ、いいネタがあったりするとちょっとムッとするでしょ。そうですね、ムッとっていうかなんだろう、やっぱわっ、はい、CM でーす。はい、はい、皆さんお待ちかね、雑談タイムでございます。雑談、はい、あのね、みんな気づいたかな、これ見てくれた人、ちょっとね背景がねちょっと違うんだよね、なんか距離感が。あのね、今回スルスやつを買いました。はい、みんなね、あのいつもあの見てる方何回か、あ、めくれてるめくれてる、取れてる取れてるっていう、この後ろのやつがねどんどん取れてっちゃうんですよ。やっぱあの壁に直接貼ってるから粘着力が落ちると放送中にペロンって剥がれちゃうんですよ。それはね毎回ねあれだったんですよ、もう何しても剥がれてしまう。もうこれはもう吊るすやつを用意するしかないんじゃないかって、というわけでね今回初めて導入しましたけどね、いいですね、はい、なんとかこのスタジオ内に入ってよかったですね。いや、ちゃんと計算してるよ。おお、ちゃんと計算してよ。よかったよかった、うん、はい、ちゃんと大丈夫、その辺はね、ロックバンド界のノッポさんだから、はい、あ、なんかダメだったとしてもなんかぶった切ったりして工夫はしたよ、その場で。あ、よかったです。あ、任せてたな、ブラジアからミサイルも何でも揃えてみせます。好きね、本当に。これ知ってる、これ知ってる、このフレーズって昔の特攻野郎 A チームのあれ、フェイスマンテクチュイのあれ、あれ名台詞だね、あの、わら見せられたから知ってるよ。じゃあ、あれの古いやつだよ。うんうん、ブラジャーからミサイルは何でもそうです。もう気に入ったフレーズは使いますからね、レナス。そう、ずっと言うよ、うん、あ、スピーチとスカートは短い方がいい。あ、これね、先週ねワンマンの時ずっと言い続けてから、はい、スピーチとスカートは短い方がいいみたいな感じでずっと、ね、もう笑顔でずっと言い続けて言ってたらさ、その感想、あのみんな感想どうかな、見に来てくれた人の感想って言って調べたらさ、うん、スピーチとスカートは短い方がいいというレナス氏の名言が来てよかったみたいな。そう、ずっとおかしいよね、ちらね、レナス氏の名言じゃないんだこれはみたいな。これはもう花丸さんとしてね、あれ聞いた時もう忘れなかったね。もう師匠だから、もう心の師匠だから、もう会ってみ、早く会ってみたいね。ああ、でもここで言えばね、もしかしたら回り回って会える日が来るかもしれない。でも多分我々ね、あの相手してくんないと思う。いやいや、師匠だから心のね。あ、そっか、うん、まあね、そんなね、
花丸さんよかったらこれ見たら会いに来てください。会いに来ないと思う。会いには来ねえよ。はい、あのね、冒頭でね、はい、話したんですけど、まさかの学校が一緒だったということで、うん、はい、忍術学校が、はい、忍術学校、あ、そうです、忍術学校が忍者学校が一緒だったの、うん、でしたね。そうするとなんかわらはなんで姫なのに忍者学校通ってたって、あの下積みをするために、あ、自分の身は自分で守るために、守る、あと庶民の生活を忍びながら見ていくはずなのにこうなったっていう。まあでもあれですよ、英才教育とか受けたとしてもやっぱわらの姫としてのね素質がそうさせちゃったのかなっていう、右から左受け流されただけですよ。まあね、はい、それはあるよ、うん、だって姫、生まれ持っての姫だからわらは、うん、待て姫だから。そうそうそう、ちょっと今度2で1の10回っていうの決めるよ、あなたに対してのあれやっちゃダメ、これだ、これやっちゃダメ、10回っていうのをさ、なんでわら姫だぞ、あ、だった、君家臣だろ、とりあえずそういう、君家臣だろ、あの、まあ、君のことなんてな、うん、あれだよ、一言でクビにできるんだぞ。いいよ。まあクビにされたら困るのもわらわだけどな。生かすも殺すも俺次第だよ。我次第だよ、生かす、いや、マジね、闇が深い、お姫を生かすも殺すも我次第、うん、闇が深い関係だね。だろだろ。、うん、ね、だからね、あの、あれなんですよ、あの、小江戸川越というんですか、うん、そうですね、そうですね、川越シティ、はい、川越シティも結構ね、あの、そういうなんか古き良き感じのあれが多くて、はい、さつまいもをやたら押してて、掘りに行きましたね。掘りに行きましたね、はい、忍術学校ではね、3年生の時にあの掘りに行くんですよ、さつまいも。マジで、うん、じゃあ行くべ、今度やろう、2対1で対抗でやろうぜ。あ、本当ですか。それ YouTube だ。あ、いいですね、芋掘り大会、どっちが多く取るか、どっちがグラム多く取るか。え、もう、あの、なんかショベルカーとか使ってそう。ずれ、ユンボは使わねえ、ユンボは使わねえ。まあ、俺免許持ってるとか言いながらなんか使いそうなの。あるけどさ。あるんかい、持ってるんかい。免許あるな。何でもできるからね。それ建設現場で、あの履歴書出したら建設現場絶対受かるよ。あ、本当に。あ、免許持ってるから。絶対受かるよ。いろんな免許持ってるから。いや、もう本当いろいろやってるな。じゃあ次、大喜利ね。では後半戦、皆さんお待ちかねの大喜利タイムでございます。すごい大喜利、はい、まあね、早速、はいはい、1個目のお題いきましょう、はい、バンドのボーカルが2度目の不祥事、次回アルバムのタイトルは、はい、これはタイムリーですね。タイムリーですね、誰とは言わないけどね。割と時事ネタをついてみましたけど、とりあえず向こうのが、誰とは言いませんけどね、向こうのが、ね、客いっぱいいそうだから、ちょっと敵に回すと、ね、うちが怖いから、はい、うちの客になってくれるんだったらいいけどね、ひなげしになってくれるんだったらいいけどさ、はい、多分ディスってるうちはひなげしになってくれないから、なってくれないし、多分ね、我々が潰される可能性が高 いそうですね。誰とは言いません。誰とは言いません。はい、さあサクサクと言っちゃいましょうかね。はい、はいはい、バンドのボーカルが2度目の不祥事、次回アルバムのタイトルは、仏物顔も3度まで、少しは反省してるの。まあ、ほう、うん、なノーリアクション。いやいやいや、違う違う、仏の顔も3度まで、2度目の、もう1回あるってことじゃん。まあもう1回あるってことですよ。、うん、だからさ、うん、だから予言してるんですよね。あー、なるほど。つまり多分この会社からするともう出さねえよって話だよね。まあね、これ、まあ、いいんじゃない。はい、じゃあ次いきます。はい、バンドの、あ、ごめんなさい、何、さっきの、お題はテリューさんからの投稿ですか。はい、次の、投稿は、あ、これ同じ回答なんで一つにまとめてます。あ、です、メタさんとテリューさん同じ回答をいただきました。かぶりました、はい、いきます、バンドのボーカルが2度目の不祥事、次回アルバムのタイトルは、2度あることは3度ある。
わあ。でも色ある。まあ、仏の顔もサンドまでと同じ匂い、同じテイストですよね。ですね。結局こいつこのうんたんさんは、うん、3回目やるよみたいなことですから。ロックンロールってなってますけどね。ロックンロール。ロックンロール。ロックまあそうですね。うん、次のね答えはねあれですね、ちょっとね我々的にね、うん、長いものに巻かれた方がいいんじゃないかなかと思うんだけどまあとりあえずねある意味冒険者である2.1ですからね。お冒険者ね。はい、バンドのボーカルが2度目の不祥事、次回アルバムのタイトルは、こちらカナブンさんからの投稿です。ベッキーわあわあ、もう確信ですね、はい、確信ついちゃいましたね、うん、まあね、やっぱり大喜利回答してくれるひなげしのみんなに罪はないから、罪はないし、これはねやっぱりひなげしのことを大切に思うんだったらやっぱりここはあえてね名前を出していこうっていう感じ。あ、なるほど。はい、ありがとうございます。これ言うこ、これこそロックンロールじゃない。ロックだね、こっちの方がロックンロールじゃない。ロックな回答ありがとうございます。こうカタカナで考えなくてもいいからさ、 B と K でね、ああ BK BK でさ何の意味あるだろうみたいなそのまんまやみたいなさ、BK の方がおしゃれだしね。そう、 BK の方がね、ありそう、ありそうだよね、出しそう本当に。ね、はい、ね、はい、バンドのボーカルが2度目の不祥事、次回アルバムのタイトルは、こちらモサトさんからの回答、懺悔。いや逆、今までと逆パターンですよ。うん、今まではもう割となんかやったるでみたいな感じなんだけど、ちょっとこの人の回答はちゃんと反省してっていう感じですから、懺悔、うん、ね、なんかね、なんかね、懺悔ね、すっごい重たいバラードになりそうですね、すっごいマイナー調の。マイナー調でもこれさ、いけそうなのさ、懺悔もそうだけどさ、後悔とか反省とかさ、あ、まあでもいずれにしてもすっごい重いバラードにはなりそうですね。まあ懺悔、後悔、反省、私アルバムのタイトルはだから全曲、うん、ま、バラードみたいな。あ、全曲めっちゃ重いバラード、重い重いみたいなね。もう1曲なんか、うん、もう7、8分あるようななんか反省の言葉を12曲分みたいな、かける12みたいな。一番うざいタイプだね。で、出会いから別れまで順を追うごとに、あの時はああだったみたいな。ある意味たちの悪いロミオメールの曲版。はい、次行きましょう。はい、はい、バンドのボーカルが2度目の不祥事、次回アルバムのタイトルは、こちら下川正夫さんからの回答、自粛という名の制作期間、作曲期間ね、作曲期間、うん、はい、自粛という名の、ね、自粛という名の作曲期間というアルバムのタイトル。全然、はい、ね、自粛してねえじゃねえかみたいな。そうだね、自粛後にこのアルバム出てたとしたら、もうこれ制作してた期間じゃねえかっていう感じです。かもしくはね、なんかハワイの風に乗ってとかさ、ハワイ行ってたのかよみたいなさ、出なしじゃん。ハワイの川行ってたって出なしじゃん。例えばだよ、例えばな。例えばね、はいはい、まさか自分からなんかワンマン前に、ハワイ行きましたよ。ハワイ行きましたよ。行きましたよ。はい、行きました。みんな分かってるよ。レナッシがそういうやつだった。はい、アワビ焼いてましたよ。ステーキ焼いてましたよ。はい。セレブだ。はい、今ね、そんなね。あとあれ、空港であれで薬物検査4回もやられたわ。もう怪しさ爆発だったんだろうね、きっとね。今日、レナッシハワイ特集にした方が良かったんじゃない、今日。本当におまわりがあれだもん。ホルスターに手やってたからね、撃たれるんじゃないかと思うぐらい、そのまま撃たれたらもっと面白かったね。いや、できないしワンマンできなかったから。確かに足クラッシュしてんのに、なんか胸もクラッシュしてんみたいな、ね、満身創痍じゃん。もうすでになってるわ。はい、じゃあ次いきます。バンドのボーカルが2度目の不祥事、次回アルバムのタイトルは、はい、こちらテリューさんですね。仏の顔にサンドバッグ、このバチ当たりがいいね。仏の顔にサンドバッグ、これ上手くないですか、サンドとサンドバッグかけてる感じで、大喜利的には、座布団1枚流れてますね、山田くんって感じだね。はい、すごい。なんかね、なんかこれね、あれでこうガーンみたいな感じのフレーズのやつがあったら面白いね。歯食いしばれとかさ、あおわき歯食いしばれみたいなね。それレナシじゃん。そうだね。はい、
はい、我は自分のことで関係なければいくらでも何とでも言うから、うん、あの自分がまだ責められたらいくらでも言い訳するけどだってしょうがねえじゃんみたいな。あ、もうねそうだったよねもうずっとそうなんだよ。あの今日ね我はね締め出されてたんですよ。あの楽屋をね鍵取ってくるわって言って、うん、待ってて、そうだよ待ってたんです。でなかなか帰ってもう遅いなって思って、うん、しばらくして帰ってきて遅かったですね。ああもうそのままひげ剃ってたわって言って。いやしょうがない。あれはもうほら行ったり来たり行ったり来たりする時間の無駄があるからほらね、あの押されてるからほらこうほら、あ、うん、押されてるからこう時間がね。まあね、そうでもね言ってましたね、うん、はい、全く何も反省しないっていう。あ、次の答えがまさにそうだよ。はい、はい、バンドのボーカル2度目の不祥事、次回アルバムのタイトルはメタさんからです。俺は悪くねえ。そうだよそうだよ。まあ多分これそれに関してはね、はい、多分これ本人そのね不祥事を起こした、まだ名前は言いませんけど、うん、その人本人も多分これ思ってますよ、俺は悪くねって、うん、多分魂の叫びですよ、うん、誰も多分認めてくんねえと思うけど、ね、うん、あのあなたの常識は世界の非常識みたいな感じ、うん、確かに、はい、割と確信性でこれもねなんか同じテイストっていうかね、うん、まあ、そのままなんかそして同じテンションですね。そうだね、はい、バンドのボーカルが2度目の不祥事、次回アルバムのタイトルは、はい、こちらもメタさんです。変え、あ、だからこれさ、あの2つじゃなくて1つにまとめればかっこよくね。そうですね、俺は悪くねえ、変え、それか、あれですよ、2枚組で俺は悪くねえと変え、ね、そう、かっこいい。なんか1個目なんかと2個目でさ、俺は悪くねえと変えで、なんか収録曲が若干違うみたいな。よくある。だから俺は悪くねえとこでさ、あのなんか言い訳ばっかり歌がさ、うん、だってこうだろうみたいな歌ばっかりでさ、変えの部分でさ、だから変わってほしいんだよみたいなさかこれからが俺たちはあるんだみたいなさ、うん、あのジャンプにありそうな感じのね、あの打ち切りな漫画な感じなあの俺たちの戦いはこれからだみたいなそんな感じの曲がね。なんか得点つけたらいいんじゃないですか、この2枚組だから。両方買った人に応募券ついてきて、2枚持ってきた人はその不祥事、3回目の不祥事の相手になれるみたいな。うわあ、握手会でいいんじゃないそこ無難でいいの。あ、握手会でいいと思うただそう来てくれるかどうかという問題が、そうです、ね、まあ人気度からすると多分来てくれるんだろうけどね。うん、まあそうね、すごいですよね、本当に、はい、バンドのボーカルが2度目の不祥事、次回アルバムのタイトルは、テリューさんですね。まずタイトルがお前誰で、内容がオールインストアルバムだが、ボーカリストの迫真のスクリームが随所に散りばめられている。スクリームっていうのはあれですね、叫びで、ね、シャウトみたいなもんですね、はい、メタルに ありがちな。まあ、その人が叫ぶかどうかというのね叫ぶタイプのボーカリストじゃないからね、ないからね、うん、まあね、こんなメタルのアルバムね、うん、あってもいいと思います、うん、怖いね、この後のね、はい、ではね、お題2つ目に参りましょうか、はい、はい、社員の 100% が〇〇の大会社、どんな会社っていうわけでね、うん、はい、いわゆるブラック企業だね。そうですね、うん、はい、あのこれ結構ねたくさん回答いただいたんですよ、はいはいはい、頑張ってね紹介していきたいと思います、はい、じゃあサクサクといきますね、社員の 100% が〇〇の大会社、どんな会社、テリューさんからの回答です。社員の 100% が晴れ男晴れ女野外イベントサポート会社。あ、いいね、いいですね、これいいね、絶対この会社に頼めば、うん、そのイベントの日晴れる、しかも成功するってことだよね、うん、いいね、いいですね、はい、これはなんかプラスですね、うんうん、いいと思います。どの基準でそう見るかだよね。だからほらこう入社するときにさ、うん、晴れ男晴れ女って誰が決める、どう決めるんだろう。まあその面接の日に雨が降ったらとりあえず吊るし上げじゃないですか、誰だって。まあそうだね、吊るし上がって晴れたらあれか、うん、一人ずつ帰らせて晴れ始めたら怖いよ、そう連絡して、うん、なんか採用ですっていう。ああ、まあね、あの野外イベントだったらねいいと思いますよ、これは、うん、うん、そうだね、なんか雨乞いするとかそういうイベントだったらダメだけどね。まあね、そうだねどんなイベントだよっていう感じだけど、そんなイベントない、はい、じゃあ、はい、社員の 100% が丸々の大会社、どんな会社、カナブンさんからの回答、社員の 100% がレナッシ、あなたのことですね、はい、我が 100% いるの、うん、多分ね、トラブルばっかりだと思うよ
ばっかりですよ。俺のせいじゃねえって全員が言ってると思うよ。あの全員が全員、まあ本当レナスさんってあの有能なんですよ、うん、すごく何でもできるんだけど、うん、その分主張が強いから多分同じ人間が2人いてももう戦争起きるんじゃないかなって思う。喧嘩どころじゃないよねきっと、うん、多分お互いがお互い説教し合ってさ、こうエンジン組んでさ、こうやってお前さこうじゃねえみたいな感じでお互いに罵り合ってるってさ、うん、永遠と多分ループしてんだろうきっとね。有能な人ほど多分同じような人と相入れないっていうのはあるじゃないですか。あるね、それね、だから多分この社員の 100% がレナ氏の会社、うん、潰れるどころじゃなくて多分宇宙戦争起きるレベルでなんか衝突すると思う。ってことはさ、衝突するのはいいんだけどさ、ってことはそこまで結構上がるんじゃね、協力体制はできるわけよ。尊重はするよ、うん、お互いを尊重する。だから仕事してねっつってちゃんと振り分けることはできると思う、うん、はい、だからこう上り詰めた時に取り分のことで絶対喧嘩すると思う、うん、うん、それはある。そうこれ絶対そうだ。これね自分で思う。社員 100% ががめついからね、うん、そうだからね、あれだよもう本当に、うん、あと絶対会議とか自分が考えたプロジェクトをみんな通そうとするから。そうそうそう、いいね、素晴らしいね。大変なことだよ、ねうん、全員がワンマン社長みたいな、全員がワンマン社長みたいなね。素晴らしいね。怖い、はい、次いきますか。社員の 100% が丸々の大会社、どんな会社。じゃあメタさんからです、はい、全員ふなっしー、なし事務所シャーってテンション高い、テンション高い、全員なし、うるさそう。うるさそうだよね。うるさそうね。多分あの会社の廊下とかなし汁だらけなんじゃないですか。ベッタベタになってんじゃない、うん、清掃のおばちゃん大変みたいな。あ、いやだって自分たちがスライディングすれば拭けるんじゃね。確かに汚なって思うね。そうそうそう、でも全員がべっちょべちょになってるの。汚い、ほらゆるキャラとか言っときながらさ、そうなっちまうと汚ねえって言うだろ絶対に。いやなんかね、ゆるキャラとかもね1匹や2匹とかだから可愛いけど、うん、可愛いですよね。あの 100% がふなっしーとかだとキモってなると思う。うんだろうねきっとね。はい、はい、社員の 100% が丸々の大会社、どんな会社。モサトさんからです、社員の 100% が東大生、ある意味怖い。はだこれは俺だよ、あれを100% 我がいるってこと一緒だよ。そうですね、絶対、うん、あの有能な分絶対衝突はしますから、うん、あのリズムで来るんだろうね。そうですね、多分我的に大嫌いなタイプだろうね。あのレナ氏は拳で語り合うタイプだけど、最初に生き残ったやつが偉いって思ってた。そう、分かりやすいでしょ、これリズムでさ、来るから、うん、多分どついちゃうと思う。多分全員が全員を論破しようとしてくるから、うん、そうこっちは拳のものを聞かせようとするなんか逆に何も決まらなそうですね、この会社は、ね、はい、はい、いきまーす、はいはい。社員の 100% が丸々の大会社、どんな会社。高木さんからです、はい。社員の 100% が天然コットン、優しい、優しい、ね、優しい、思いやりがありそうだね。そう、そして何も決まらなそう、はい、何も決まらない。平和じゃあまあいっかまた次にっつって、はい、なりゃいいけどね。天然コットンですから、天然だからね、はい、あれ何の話してたんだっけ。天然、まあ、強めの回答が続いたんで、ね、ちょっとここでふわっとさせた方が嫌だ、ね、そうだっけっつってはい、続いていきますか、はい。社員の 100% が丸々の大会社、どんな会社。ガレオンさんからです、社員の 100% が佐藤生または鈴木生、ややこしいよ。あるこれね、うん、あるもクソもないんだけど、はいはい、老人介護の施設で働いてた時に、いた、あこの佐藤鈴木生じゃないけど、うん、同じ生の人が4人いた、同じフロアに。でさらに利用者の方も同じ生が3人いて、はい、いやすっげえややこしかった。それちょっとダメだね。ややこしかったね、超ややこしかった。なんか例えばなんか呼ぶときに佐藤さんって言ったら、その全員が返事する。そう、どの佐藤さん。これはもう大変ですよ。ただなんか社内コンとかしてもあれですね、佐藤か鈴木になるだけだから、うーん、まあなんかいいのかなっていう、いいのかなって何がいいのか分かんないけど、はい、まあ本人たちだろうね、いちいち名前が変わらなくて済むって。そうです、ね、お嫁に行っても名前が変わらない。いやでもそのあたりいいかもね。いいですね、うん、
なんか割、ね、絶対なんかこしあの肉親のコネ入社たくさんいそうこの会社は。だろうね。ワンマン社長っぽいね。はい、社員の 100% が丸々の大会社どんな会社？テリューさんからです、はい、社員の 100% がブラストボイスデスブラック紹介。いいね、メタルだね、メタラだね、営業行ってこーい。みんな喉潰してるっていう。いいじゃん、デスブラック紹介でかっこいいね。ブラック企業だけどね、ある意味なんかこうなオペラ調に歌うあの言うのかね。ちなみにさ、洋楽ってさかっこいい風聞けるじゃん、うん、だから言ってること結構間抜けだからね。あ、あの山に登れーって、ね、死にたくないならみたいな、そんなね、あっという間にバレるようなネタですけど。、うん、そういうあれ内容なんですよ。あととても冷えてるコールドジーンとか、ね、俺の好きな大好きなコールドジーン、とっても冷えてるコールドジーン、コールドジーンじゃなくてダメなんだとかね。日本語訳するとそうなる、すっげえダッセーだ。これ多分分かる人は分かると思う。 そして多分ね、あとツイッターめちゃくちゃ俺荒れるんだろうね。ディスってんじゃねえみたいな。うん、ディスってないですよ、リスペクトしますから。リスペクト、両方ともそう、リスペクトします。まあ要はね、キスと名言なんですけどね。はい、言っちゃったよ。言っちゃったよ。いやでもかっこいいんだよね。かっこいい、かっこいい。言葉は通じないからかっこいいんだろう、きっとね。でもまあ向こうの言葉通じる国でもね、伝説的なバンドされてますから ね、やっぱこハートなんだよ。ハートだ、そうだね、うん、歌詞じゃない、ハート。ちょっと今自分いいこと言ったと思ったべ。はい。もちろんそうはさせねえぞ、ここから落としてよく終わらせてよ。はい、社員の 100% が丸々の大会社どんな会社？かのぶんさんからです、はい、社員の 100% がペッパーくん。あー、ほらドボットのアウにいるような、アウじゃないの、アウじゃないの、あれでしょ、白時計の方でしょ。あ、白時計か、あ、そうなの、犬バンクね。そう、犬バンクの、はい、ロボット、はい、あー、そうペッパーですっていう。そうあれすごいんですよね、結構なんか割と人気があるみたいね。へー、なんか言ったこ、なんか言うと返してくれ、なんかくれるし、普通に調べ物とかもできるし、普通になんか人工知能だからなんかすごいんですよ。で、あれってさ、説教したらどうなんだろう、どうなるんだろうね、反省するのかな、うん、なんだでも真っ白な顔しやがってる、ペラペラ、こう我のさ、こうペラ説教してみたらさ、うん、ね、言ってる意味が分かりませんとか言ってさ、ガコーンってなりそう。壊れちゃったね。でな、どうしてた、暴力で解決ですかみたいなリズムで来やがったってさ。すげえやだ、そんなロボット。いやでも未来どうなるか分かりませんよ。もしかしたら人工知能だらけの会社出るかもしれないから。わー、やだよ。信じるか信じないかはあなた次第です。はい、1時間やってまいりましたが、やっぱりあっという間ですね。毎回言ってる気がするけど、うん、本当にあっという間だね、うん、この1時間、うん、いや今回はゲストさん、忍者芸人の101さんに出演していただきました。本当にありがとうございました。楽しかったです、はい、ありがとうございます。ロンさんは結構都内の、劇場とかでいろいろ活躍していますんで、はいはい、やってます。ぜひツイッターやってますので、そこでライブの告知などもしてますので、よろしければ、はい、チェックしてみてください。はい、はい、お願いします。みんな101ロンで検索だ、検索だ、はい。まあね、うちらはね、ワンマンも終わって、復活祭のワンマンも終わって、ここから割と活発にね、まだだらだらしないからね、ちょっと次の宴もね決まってるから、うん、はい、まあね、まだおいおいね、うん、発表していきますので、はい、こちらの気をつけてね、ツイッターやら、フェイスブック、ブログやらね、ホームページやら見ていただけたらと思います、うん、本当によろしくお願いします。お願いします。はい、まあね、ちょっと、うん、ちょっとね、最後 の, 発表しきらなかった、うん、お題のところでちょっと一個だけちょっとこれ言いたいっていうのあったんで、よかった。はい、社員の 100% が丸々の大会社どんな会社？高幸さんからです、はい、社員の 100% が2点のメンバー。さ、働かねえよ。働かねえよ、マジで働かねえよ。まあ、これ以上ちょっと過労死はしたくねえな。一つ言っとく、うん、ワンマンさやった後言って、あなた知ってるよね、倒れてんの、はい、
ね、熱出したの知ってるよね。レナ氏38度いくつの熱を出しました。てかね、当日から出てたの多分、あの気づいた時に測ったら38だったの、でその時結構楽になったなっていうぐらいで測ったそれだったから、多分当日もっと辛かったから、多分その時もすでに39度くらいあったんじゃないの。うわ、案外ともしかすると、だったらあの汗びっしゃりかいてるのをなんとなく自分の中で納得できるし、ただ なぜやっていけたかというと、あの時俺イブを大量に飲んでたから、まあ大量にというか断るごとに飲んでたから、時間経って、ただその効いてる時が楽な時だったからなんじゃなかろうかと思います。そうですね、まあ、ね、働かないよ今のレナシがね、こういう大変なだったレナシの状況を聞いてもわらわ映んなくてよかったって思ってるからね。なんとも悪いやつ。というわけで今日ロンさんありがとうございました。ありがとうございました。